ピン。大きくなったな。ちょっと俺の作った猫元気マシーンで遊びます。言うてこれね、紐の先に鈴つけただけの白物ですけど、いやーでかくなりましたよ。うちに来た時はガリガリでね、もう本当に栄養失調で死にかけてるみたいな猫でしたけれども、あまりちょっと甘やかして餌やりすぎたからちょっと最近メタボ気味にしてもね、よくね元気に育ってくれまして、朝こうやってちょっとね、俺の部屋で基本的にこいつは寝てるんですけど、起きたら俺の作ったこの猫元気マシーンで遊ぶっていうのが日課なんですけど、朝のね、いやこいつ日に日にちょっとお腹でかくなってきて、だって鈴で遊ぶのもちょっと横着してるね。ちょっとそんな、もうちょっと起きてさ元気よくこの遊ぼうよ。これこれこれ、もうこれガジガジ噛むからちょっと紐を塊にしたら歯にも負担がかからないかなと思ったんだけど、いやこれ、まあ、恥ずかしいとこ見えちゃうよこれ。まあにしても猫は可愛いっすよね。これがね、野良でいた時にブサと一緒にねいつもいたんですよ。だから俺親子だとずっと、まあ今でも思ってるんですけれども、なんだろうね、大きくなってから俺ね、これすごくブサと仲悪いんですよ。こいつブサは怒ったりしないんだけど、このリンちゃんがブサ見るとうーっていうのよね。ひょっとして麦を取り合ってるんじゃないかと思ってね、子供のくせに。もうあれか、お前はもう女になったのか、女ということでブサと仲が悪いのか。まあ、ダメだろ、多分お前母ちゃんだぜブサ。子供の頃の記憶ないのね。というわけでちょっとセクシーポーズで俺の作った猫を元気マシンで毎朝、まあ、20分ぐらい遊ぶみたいなことです。まあ、元気にすくすくと成長してくれてます。ちょっとあれだな、餌のりを考えないとな。本当に太ってきたもんね。というわけで久しぶりのりんちゃん動画でした。ね、じゃねー。